ペイヤー AK バーサス韓国の鉄拳神2位。現在これ組み合わせはどうなってるんでしょうか。もう時間もね6時直前ではございますけれども、 AK と2位が当たるということはまだ先があるのか。そうですね、先ほど勝ったローハイは、はい、CBM と戦いまして勝った方が明日のトップ8ですね。そして、この AK2 位は勝てばムルゴールドとの戦い。まだ見れる試合は残されております。接戦が多すぎてですね、我々もね、私事になっちゃいますけど消耗しますね。そうそうですね、本当にね気合入っちゃって2日目にしてね、はい、それだけ面白い試合が多く見られております。直近の戦績では1インスポットファイトでこの両雄ぶつかっております。ギリギリの接戦の末その時勝っていたのは2位でした。しかしフィリピンのこの AK ももういよいよ若手にしてベテラン、我々は彼が10代前半の頃から知っていますから。10代前半ですよ、12歳13歳で世界戦デビューをして世界3位になったというこのフィリピンの AK。まだまだ若手の方ではございますが、いよいよもって鉄拳の内容は円熟味を増してきて、私はですね、かなりちょっと攻撃寄りというか嵐寄りのスタイルだったんですけど、はい、もう今や横綱相撲もできるような非常にハイブリッドなプレイヤーに成長しましたね。先ほどのローハイと同じくシャヒーンを使います。それこそそのローハイみたいなパーフェクト系プレイヤーにちょっと近づきましたよね。近づきましたね。もうその領域に足を突っ込んでると思います。対するは2位ですね。これキャラクターの組み合わせは福士さんどうですか。シャヒーンがちょっとやりづらいと言われている組み合わせです。いろいろな接近戦中距離ペンの技でですねかなり有効ですし、遠距離のスカ角がシャヒーン弱いんですよ。はいはいはい、ペンがいろいろ好き勝手遠距離でですね虚歩とか右脚とかを置いてるときにスカ角が取りづらいんですよね。スライディングのスカ角等を打ちたいんですけれども、スライディングの角換も意外と簡単と。はい、なるほど、確かにね安定感ありますもんね。サッカー眼で削っていく。残り時間は10秒、速攻くらい時間がないですよ。テッサ有料、あー1フレームレイジアツ、わずかの細い線を引きました。 AK 中スマだと発動しない。そうですね、1フレーム 0.016 秒の差の勝利。ちょっと2も今やっちゃったなって感じですよね。さすがにレジャーズ打ってこないかなと思ったんですけど、もうあれは連打でした ね、 ですね。うまい。さあ次の壁へご招待、わずかな有利から。そうですね、でも結構どっかでぶっ込みプレーをしてくる AK に対して2位は本当に冷たいですね。冷たいですね。王者の貫禄、クールアズアイスでございます。もう徹底して冷たいですよね。これもスタイルでエボリューションを勝ち抜きましたからね、はい、先ほどのランチュ戦も見たんですけど10秒で1回しかジャブ打ってこない。やってましたね、全く技を打たないという。さあ1-1 DRX2 位。ワンインスポーツファイトの時の戦いはかなりその AK の右アッパーの打ちどころが良くて2位を困らせてたんですよね。今回は削り合いで尋常に立ち合っていますね。これだ、噂をすればこの右アッパー打ちどころがいい、相手の接近を阻む。お互い約束組み手のようなですね、接近戦をやってるところにいかにああいうところで裏切るかですね、ポイントですね。さあやはり右アッパーが増えてきた、あの時を思い出す。削り合いはほぼ互角、しかしプレッシャーかけてまさかこんな技を当てていく。いやこれはもう上級者倒すあるあるですよね、想定外の技を打ってくる、セオリーじゃなくても。さあまた右アッパー当たって壁コンボです。置き攻め、ツーハイ、ちょっとコマンドのミスか。ワンツースリー、良くも悪くのこのスカ角が2位の強さの秘訣。スネキン、いやうまい、やはり右アッパーだ、角度が難しい。スカイライン1回レジャーズ壁の上に反転攻撃確定している。
攻め系のジャブは学生が拡大しますですね。ワンツーを打っていく、嫌っていく、ああワンツーにはワンツーを返す、打ち返しですね。さあフィリピン AK、 まず2位から1本を取りました。その削り合いはほぼ五分の状況が続いている中で、浮かせ技を当ててる回数が AK の方が多いんですよね。2回の右アッパー、2回の右アッパーがそのまま勝利に結びついた形ありますよね。もうやっぱり2位ってそういう浮かせ技すらを警戒しているプレイスタイルなので、その警戒網をかいくぐって2発の右アッパー、非常に価値が大きかった。横移動して、横移動して、いいガードです。横移動して冷たいプレイ、2位は徹底します。でこの冷たいプレイを徹底しつつ浮かせ技を食らわなかったら2位のペースになるんですよ ね、 そうですね。この右アッパー警戒しなくてはいけません。波の右アッパーだったら当たらないですけど、独特なタイミングで打ってきますよ ね、 すね。待ってると打ってこない、びっくりしたところで打ってくるとスカカクも差し物2位も入れづらくなっちゃうんですよね。はい、ジャブ横移動すらできないジャブ、ナイスガードです。相手の出し切り、ヒットしている時こその3発目出し切りでしたね。上級者しか食らえないですね。はい、先輩レース1位、もう1回、確かにゴムだけどワンツー打ち返してる速度が尋常じゃないですよね。 AK もないですね。2発目怖くないんでしょうか。さあ RK 間に合わず、削り合いです。壮絶壮絶な削り合い、うわ来た、アルタイル、この上の見方さすが。2択の中段壁コンボ、これは KO になります。 AK 堂々この韓国鉄拳神と5分以上に渡り合っている。やはりそれでも2位はプレイスタイル崩しません。あくまで基本嫌っていくスタイル、素晴らしい運びワーツですね。総帥ガード総帥発揮症、これは大きいですね。ちょっと剥がれすぎてしまった。くんづけうまい、すかしかけて、ここはまだレイジードライブを使う場所ではないと。まずは1回スカイラインからの大き攻めで OK。 ジャブ有利を取って追い払い、下一発右アッパー、うわー大事に大事に使いましたね。右アッパーをガードしてちょっと待ってからのレイジドライブ、ファイト1-2。やはりそうですね、浮かせ技を食らわなければ2位のペースになる。垂直ライトで暴れていく、心にくい創水、先ほどの白化粧が匂いますね。ということは下段が薄くなっているはず。さすがにドフリから白化粧を打ってきたらびっくりしますよね。ええ、横移動ガードがしっかりしてるのは AK、 うまお見事です。バックステップしゃがみ、距離確認、尻尾連弾だったら届くと判断、すかし確定、美しいですね、美しいプレー。2位らしいというか、だんだんとペースを握り返してくる、ね、サイレントリゲルを食らった時点で距離が空いていたので、バックステップしゃがみ、長い下段以外は食らわない位置に移動してのすかし確定、綺麗なプレイングです。さあ AK 少々インターバルというか長い時間を使いながら考えます。今の最後のシャヒン対戦はかなり嫌な手応えだったと思いますよ。そうですね、なんかこう対応が完了したよ、完了した感、ね、あります、あります。おそらくはね、そのある程度 AK も同じこと考えてると思うんですよね。この右アッパー浮かせ技が当たってくれないと2位の防御力、この体力レースで勝てないという印象があるでしょう。それに対して出す手はキャラクターによる爆発力か、カーソルは豪気、十分検討の余地ありですよね。はい、あここは判断ました、判断しました。豪気を選択しております AK。 ステージはランダムとなりますが、三島ビルディング、狭いステージ。この2023年度若干23歳、フィリピン AK、 もう韓国の強大な壁を打ち破るための投入は豪気。
しかもステージが狭いですね。三島ビルディング決定戦です。我に挑むか。緊張の決定戦。しかし2位も本日はこの打倒パキスタンで来てると思うんですよね、はい、なので合気対策はもう完全に積んできてるというふうに予想ができます。そうですね、まあ、自分が1回負けてからのキャラ変更だったので、フェンで合気を倒せる、まあ、ピックアップカウンターピックなのかというのはちょっと伺い知れないそうですね、うん、ひょっとしたら違うかもしれませんが、まあ、普遍的な対策は積んでるでしょう。お互い硬い大ヤシャガードでダメージにつなげるのは2位です。スーパーユーリに見せかけた。飛んでいる。ただちょっと打点が怪しかったか、まあ、かつゲージもなかったので大ダメージにはなりませんでしたね。ローキックから飛びでうますぎる。やってますよね、この左横移動。伸びも近いほどやってましたよね。そうですね、左横移動すかし確定狙い。これでゲージが溜まりました。ゲージを使ったがダメージには繋がらない。危ない。8秒です。もう早めの、これ受け身重ねか、もうジャンプが間に合わない可能性もあるので重ねたと。だから分かりませんよ。うわー、加藤下段からの中段、鉄拳の基本。ちょっと今新国殺に安全策取りすぎましたかね。はい、ルーザーズです。負けたら敗退、明日はない。ジャブジャブカウンター確認です。 AK の合気がいいぞ。ジャブ左横移動、ああ下段読みのしゃがみか、深い。これ遠距離でしたね。13間に合わなかった。さあ2位、後がないぞ。おー、 AK のペースがいい。長年立ちはだかったこの2位を打ち破れるか。東京でトゥースマですか。ジャブ当ててトゥースマ来た。外界系コンボ、しかもジャブ壁に行って置き攻め重視、ゲージが溜まる。どうするに鉄拳神がガッパー繋がらず、あーっと浮かせられず、しゃがみドライブでお茶を濁すが絶望的な状況だに鉄拳神を